ファンタジョは韓国の芸能事務所制作プロダクションである。2008年9月にノアエンターテインメントとして設立された後、2011年6月にファンタジョへ改名した。グループユニットソロ2011年1月、演技マネジメント部門であるマディンエンターテインメントを設立した。2015年の時点で50名以上の俳優、女優が所属している。 2011年11月に設立された映画、テレビドラマの制作部門であり、他の子会社であるファンタジョミュージック、ソリッド C&M と共に設立された。以下の作品の制作、または共同制作を行っている。レコードレーベル及び音楽制作部門である。2012年5月9日、プレッティスエンターテインメントとの合弁会社であるトライセルメディアの一員として、6人、 組女性アイドルグループハロービネスを輩出。同グループは2019年に解散した。2013年9月、俳優部門に所属する5人組ボーイズグループ5、プライズを輩出。2016年2月23日、6人、組男性アイドルグループはストローを輩出。2017年8月8日には、8人、組女性アイドルグループーキメキを輩出した。 外食フランチャイズ事業、教育事業、流通事業、その他の事業を展開する事業部門である。2012年9月にはカフェファンタジョがスタートし、デザートレストランのフランチャイズ、マンゴー6にも出資している。2013年3月4日、映画やメディア関係の事業などのカリキュラムを通じて、将来のタレントマネージャーを育成することを目的としたファンタジョ。 S, S マネージャートレーニングアカデミーを設立した。ありがとうございます。